はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。ファーミングシミュレーター22やってみましょう。さあ、前回はこちら、草を育て始めました。で、育てた草を現在刈り取ったところですので、今回はこの草を集めてベールにしていきたいと思います。よーし、やっていきまーす。さあ、まずはですね、刈り取った草を乾燥させて干し草にしていきましょう。で、干し草にするにはこちら、テッターですね。テッターを買いましょう。で、そうだな、まあ一番高いの買うか。よし、これでいきます。はい、$31,000買います。さあ、干し草乾燥機が到着しました。まずは使っていきましょうか。まずはテッターを展開。はい、さあ、テッターを展開させていきます。で、展開が完了、まだしてないですね。すげえ、めっちゃすごいなこれ。え、横幅何メートルあるのこれ。で、次はテッターを下ろす。はい、で、下りましたね。で、今度はテッターのスイッチを入れる。はい、はい、行きましょう。あー、で、めっちゃくるくる回ってる。よし、行くぞ。こうして、こうして、で、どうだろう。うわー、すげえ、めっちゃめっちゃこれ雑草が回ってる。雑草ではないですけどね、うちの草が待ってるぞ。ほうほうほう、あー気持ちいいね。じゃあここはヘルパーに任せよう。はい、すげえ草が待ってる。で、こっちの草がこれで干し草になったかな、多分な。で、向こうの邪魔なアタッチメントを片付けないといけないですね。じゃあまずはこれ、はいはいはい、これですね。これちょっと片付けましょう。ちょっと待っててね、そっち。さあ、これで刈り取った草が乾燥して干し草になったかと思いますんで、で、これを今度は集めるか。よし、ではでは、まずはこのトラクターとテッダーをどかしましょう。で、はい、テッダーは収納します。すごいな、本当に。本当にこんな機械あるんでしょうね、きっとね。で、とりあえずじゃあこの辺にポイと。折りたたみ中は分離できません。ですよね。で、今度は干し草をじゃあ固めましょう。ウィンドロワーだね。で、これをじゃあ持ってきまして、まあ、こんな高くなくていいからな。あ、なんかこれめっちゃごつそう。これ買ってみましょうか。よし、行きましょう。買います。まだ金はある。で、これがこれか、これがこれがウィンドロワーです。さあ、到着しまして、で、これでまずはじゃあこの干し草を固めましょう。マージャーっていう、マージャーってなんだろう、マージャーってなんだ、ウィンドロワーじゃないの。まずは展開させて、ほう、で、下ろす、ほう、うん、で、次はスイッチを入れる。どういう機械なんだろう。まずは行きましょうか。あ、動いてないな。あれ、動いてないですね。なんだ、いや、でも動いてるな。あ、なるほど、なるほど。わかった、わかった。あのね、この、左側に草を固めてるってことが、なるほどね。そういう、そういう仕様か。うん、なるほど。じゃあ、続けましょう。いや、安心した。で、多分ね、これ、右左変えれるんじゃないかな。で、今度はじゃあ、右の方に固めてみましょうか。はい、じゃあスイッチ入れていきますよ。ほらね、よしよしよし、やっぱ右側固まってる。まあでもどっちかの方がいいよね。じゃあ右側に固める。じゃあ右側に固めていきましょう。で、バイトちゃんとやってくれるかな。もうさっきのバイト全然ダメだったからね。おー、大丈夫か。あー、で、このままいくとあれだな。よし、じゃあバイト、あとは頼んだ、いけ。あー、なるほど。マージャーはあれだね、ローラーで右側に送ってるんだ。はいはいはい、なるほどなるほど。おー、すごい、めっちゃ綺麗にやってくれるじゃん。これがマージャー、すげえ。いやー、めっちゃ気持ちいい。これ多分ね、回収作業楽だと思う。さあ、で、あっという間に草を固める仕事が終わりました。早いですね、さすがマージャー。で、今度はこれをじゃあ、まあ、ベールにするなり、集めるなりしていきましょう。飼料ワゴンか。で、これで干し草を集めて、で、ベーラーで
まあ、ベールにすることもできると。どうしようかな。あ、ベールラッパーっていうのもあるんだ。へえ。ほうほうほう。で、草のベールを積むとサイレージを作ることができるんだ。あー、だから乾かした後だとこれできないな。あー、もったいないかも。ね、まあとりあえずじゃあベーラーで集めましょうか。さあ、ではこの干し草をベールにしていきましょう。まずはピックアップを下ろす。はいはい、落ちました。で、ベールのサイズも変えることできるんだ。125、150、180か。一回180でやってみましょう。で、ベーラーのスイッチを入れる。はい、いきますよ。はい。で、これでこれで。よし、今集めてるね。さあ、いきますよ。で、しっかり集めてくれてたんで、あー、めっちゃ集めやすいっすね。で、今40%、もうすぐ 50% だな。おーおーおー。で、行きましょう。で、なんかプープー鳴り始めたな。ベーラがプープー言ってんのかな。で、100% 行きました。で、これで、あ、はいはいはい、なるほど。この丸状のベールができるわけですね。ちなみにさ、125にするとどうなる？多分ね、ちっちゃいベールができるんじゃないかな。さあ、で、またプープー鳴り始めた。ベールができるぞ。はい、じゃあ、まずはまずは。これでどうかな。あれれれれ、ベールできないな。あ、多分ね、下ろさないといけないんだ。なるほどなるほど。じゃあ一旦下ろしましょうか。はい、ロールベールを下ろす。はいはい、ゴローンと。で、もう一個できますよ。で、で、これも下ろしましょうか。はい。あれ、でもちょっと待って、あんまり大きさ変わってなくね。あれ、変わってないな。なんか、あれどういうことだこれは。で、重すぎるから持てませんと。了解です。で、あれ、今度はちょっと早いな。ちっちゃーああ、そうか。多分ね、さっき125に変えたタイミングが180のまんまの時だったから、で、それで集めた直後だったからっていうことかな。私の言ってること分かるでしょうか皆さん。じゃあ行きましょう。集めたいんですけど、集めたいんですけど、で、こうして、で、ピックアップ下ろして、あ、下ろしてるか。行きましょう。はい。で、これでこれで集まってるかな。あ、集まってるか。よしよしよし。で、多分もうすぐでね、ベール吐き出すんじゃないかな。溜まる速度めっちゃ速いもんね。で、ここだ。はい。で、ここで一旦ロールベル下ろす。で、ってなるとベールできますよね。はいはい、なるほど。で、これをじゃあ、はい、下ろして、なるほどね。やっぱね、こっちと比べるとね、こっちのだいぶちっちゃいもんね。あー、ちっちゃいやつでも持てないか。まあそりゃそうか。さあ、とりあえず、干し草全部集めましたね。まあ、なんだったらもう一回、草育てたいな、というわけなんで、もう一回草、育てましょうか。では、行きましょう。で、2、3ヶ月で収穫可能になりましたね。やっぱ早えな。では、引き続き草を刈り取りましょう。で、前回の草の刈り取りの時に、真ん中だけ草が残っちゃってたんですけど、それはね、これ。ちっちゃい草刈り機を前につけて、で、後ろにでっかい草刈り機をつければ、これで真ん中も刈り残しがないように刈り取れるということなんで、いや、私、すっかりね、ボケてました。もう真ん中だけね、もう刈り残しいいわけねえじゃんっていう、申し訳ない。では、この状態で引き続き刈り取っていきましょう。では、いきます。まずは前の草刈り機。まず、下ろして、で、展開させて、で、起動。で、今度は後ろ。草刈り機を展開。で、ちょっと狭いかもしれんけどね。ちょっと我慢してね。我慢して、ね。大丈夫か大丈夫か。うわー、曲がれるかな。一回ちょっと、はい、収納します。ちょっと位置が悪かった。で、あ、やばいやばい。今、草刈り機、起動させるから、前の草が、めっちゃ、勝ってる状態。で、こういって、で、この状態で、はい、じゃあ展開させて、で、これで OK かな。で、草刈り機を下ろす。で、
ここで起動すればいい。よし、で行きましょう。さあ行くぞ、頑張るぞ。よし、どうだ。こうやってやればいいんだよ。で、ちょっとトラクターのパワーが不足してるからちょっと重いかな。いや、頑張ってもらおう。で、刈り取った草をマージャーで寄せてるんで、今度はこの草を回収しましょうか。飼料コンバインある。飼料コンバイン一番安いやつに、飼料ワゴン、これか。これだね。じゃあこれ買います。はい、で買って、で今度はこのコンバインを向こうに持ってきます。まあコンバインっていうか飼料ワゴンね。でこっち、はい。でトラクターリセットさせて、はい。でこうですね。いやー、私もだいぶ手際が良くなってきたわ。で、まずはこの飼料ワゴンでこの草を集めましょう。まずはスイッチを入れる。スイッチ入れて、で、ピックアップを下ろす。で、いきますよ。はい。で、ちゃんと集めれるね。よしよしよし。で、集めまして。あ、結構たくさん入るもんだね。で、めっちゃ草が入り始めてるんですけども、この草をね、向こうのバンカーサイドに持っていきたいと思います。私はね、サイレージを作りたいんですよ。で、この取ってきた草をあそこのバンカーサイロに持って行って、で発酵させるとね、サイレージができるので、よしよし。でまずはさ、飼料ワゴン向こう持っていきましょう。持っていくぞ。でこれでかなり溜まったな。いや、マージャーって結構いいね。私大好きになっちゃった。でこのバンカーサイロにこの草を放ちます。いきますよ。で搬入量マグサゼロか。まあ、とりあえずここに、荷下ろしします。いきまーす。ほい。でまずは、はいはい、ゴトゴトゴトと。でマグサ入ってるね。うん、よしよしよし。小麦とかね、トウモロコシもね、この飼料ワゴンで収穫するとね、マグサになるらしい。まあでもそれだとね、あんまり得にならないから。で今度はこのマグサをですね、ラッピングしないといけないんですよね。ラップってどうやってやるんだっけ。どうやるんだっけかな。とりあえず一回踏めばよかったかな。一回踏んでみましょうか。こうして、さあまずはこっち来なさい。でこれをじゃあ踏みまーす。はい、踏んでいきまーす。意味ないかな。どうだろう。一回踏んでみると、圧縮率 51%。 だからね、踏んでいくとね、ラッピングできるんじゃないかな。確かね、そういう仕様だったような気がする。でまた回収した草をこっちのバンカーサイロに放ちます。で荷下ろしますよ。でこうやって、でどんどん踏んでいくとね、このマグサがね、圧縮されるんですよ。でもう圧縮率 98% か。もうすぐ 100% じゃん。まあまだまだ草はあるからね。で圧縮率がどんどん下がっとる。でこれでまた草全部刈り取って収穫しましたね。でこの飼料ワゴンに入ってる草をこっちのバンカーサイドに放てば終わり。で結構ね、たくさんあるな。あー、進みにくい。で進みながら圧縮していくと。でここにじゃあ、はい、荷下ろします。でまずは、はいはい、特にこの辺の山がめちゃめちゃある。でまた刈り取ってダメダメダメだよ。待って、ちゃんとスイッチ切らないとダメね。でこうして、で、はいはいはい。でマグサを放り込んで、いける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 。よしよしよし、オッケーオッケー。よーし、やばい、進めなくなっちゃった。でこうやって、まあどんどん踏んでいこう。踏んで鳴らしていって、で進めるようにすれば、でもう 95% か。まあ、だから重しみたいなのがなくてもトラクターで普通に圧縮できるか。よしよしよし。もっと効率悪いかなと思ったけど、そんなことないね。よし、行きましょう。じゃあ踏んでいきます。でこれで 100% か。 OKOK、 ナイス。でまずはトラクターをどけて、でこれでなんかシートとかをね、敷くんだよね。サイロをカバーで覆う。はい、じゃあ行きましょう。おーし、よしよし。で、これで、しばらく時間が経てば、サイレージができると。
で今サイレージが発行してるからね、まだ 0% だけども、よーしよしよしよし。さあ一晩経ったらですね、こちらサイレージが完成しますね。ではサイルを開けましょう。はい、あー一部分だけか、はいはいはい、あこんな感じになってるんだね、いいねいいね、よし。じゃあ また開けます。あれこの辺、あサイル開けるよ、はい。なんで端だけこっちの方も開けよ。あれこっちの方は、あれれれれ、あれあれこっちが、なぜ真ん中がサイル開けれないのかな。なんで圧縮が足りなかったとかそういうこと。ちょっとそんなことはないと思うけどね。一回ちょっと渡ってみましょうか。もっと圧縮してやる。あれ真ん中のシートが開けれないんですけど。じゃあ今度は鳴らし機も試してみましょうか。これでいいかな。うわ安。じゃあこれ買います。でこれはトラクターにつければいいかな。じゃあトラクター持ってきまして、はーい、鳴らし機持ってきました。ではやってみましょうか。まずは鳴らし機を下ろす、下ろして、でこれでこうして、あれシート剥がせた、なんでどういう仕様。まあとりあえずシート剥がせてよかったわ。こう鳴らし機でシート剥がしたんかなそんなまさか。あーで草また生えてる、ナイスナイスナイス。だから草は延々とね収穫が可能なんですね。なるほどね。で今度はじゃあこのサイレージ回収していきましょうか。よかった。では回収していきましょう。いくぞ。で飼料ワゴンのスイッチを入れる、はい入れる、はい。でピックアップも下ろした、下ろした、下ろしてないね、はい。さあ行きましょう。さあ進め、うわーいけるかいけるか、頑張れ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 、いけいけ。全然鳴らせてない鳴らした本当に全然進めないんですけど、向こうの方からな行くか。あー頑張れ頑張れじゃあもう一回ちゃんと鳴らすか。はい、ちゃんと鳴らさないとダメじゃないか。でこうして、でもうあんま意味ないんだな一応ね鳴らしてるんですけどね、あ鳴らせてない、はい。こうして、ちょっとねちょっと深さが減ってるような気がするけど、ちゃんと慣れてるかなあんま変わってないような気がするけど、一応ねこれ鳴らせたらしいです。じゃあもう一回行ってみましょう。でまずはピックアップを下げてる状態で、で白ワゴンのスイッチを入れる。やっぱ端の方から行こう。じゃあ行きますよ、はい頼んだぜ。でちゃんと回収はできてるね。こっからだよな、この山を越えれるかだよな。いや山越えれない、頑張れ頑張れ、ここは勢いや、ほうほう、いけ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 、うん、こんぐらいしか進めないなんでだ、このサイレージの山をなぜか越えられない。頑張れ、私のトラクター、そして飼料ワゴン、いけ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 、よし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 。あーでも満杯になった、満杯になるの早っ。でサイレージはねこっちの藁とか干し草のサイロに入れれないんで、まあ、とりあえず私の牧場に入れていきましょうか。さあということで今回はここでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ、よろしくチャンネル登録高評価お願いします。のべんでした、さよならー。